どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いいたします。さて、本日はですね、えっとね、まあ、やっぱり、情報が少ない。うん。という中で、まあ、少ない情報を僕は拾っていって、毎回毎回動画に上げているという感じなんですけど、えー、今回はですね、えー、ドラフト1位ルーキー、西くんについて話していきたいと思います。うん。えっとね、まあ、あの、自主トレを、なんか、えー、新人で一番早くやって とかっていう情報が上がってきて、おうおうお、と、うん、早くも準備し始めてるのか、いいんじゃないか、いいんじゃないかと、うん、頑張ってください、頑張ってください、と思ってるんですけど、目標としてね、西君の目標が、まあ、1軍のえ開幕に入ると、そして、まあ、10試合ぐらい投げて、その半分以上は勝ちたいと言ってたんですけど、うん、まあね、その、入る前から、僕は、2軍で、まあ、ファームで、 力をつけて、えー、半年ぐらい経って、えーね、まあ、そこからローテに組み込んでもらえたらなというふうに思いますっていう、そういうね、まあ、若干その後ろ向きと捉えられるような目標を上げられてもとは思うんですけど、ただね、えー、僕個人としてはね、やっぱりね、ちょっと開幕ローテというか、開幕から、 そのずっと投げさせるっていうのはちょっとしんどいんじゃないかなとは思ったりはしますね。うん。えー、っとね、まあ、そのなんと言いますかポテンシャルにおいては全然間違いないとは思ってるんですけど、ただただ怖いという。ね。まあ別にその今の時点ですごく体も大きいですし、まあプロ仕様というにはちょっと早いですけど、まあプロに寄ってる、えー、体作りをしてるとは思うんですけど、ただね、やっぱりルーキー、えー、高校卒業、 というところもあってね、ちょっと怖い。それでまあ僕の中では、まあその最初に言った、ちょっと後ろ向きな目標。まあね、最初はファームでしっかりと体を作っていって、で、夏頃に入ってくる。で、っていう感じには思ってるんですけどね。まあね、その、春のキャンプにおいてはもう明言されてるじゃないですか。一軍キャンプには対トさせないと。うん。で、まあ秋でキャンプをすると。うん。 まあまあ、それ自体はね、全然何ら問題ないんですけど、まあ一軍キャンプに行こうが、二、えー、軍キャンプに行こうがって言った感じなんですけど、まあもちろんね、一軍キャンプに行った人が、まあそのまま一軍として残れるかって言われたらそうではないと、うん。まああの、今年のドラフト勢は、まあ基本的には、基本的にはというかもうほぼ確実に二軍キャンプから始めると。で、めちゃめちゃ調子が良ければ、まあ一軍のベンチに入れるんじゃないかという感じなんですね。うん。 まあね、その西君において、そのね、他のピッチャーの方がね、いるとは思うんですけど、いっぱいね。まあ、それこそドラフトで言うのは大くんとかもそうですしね。えー、その辺を考えて、どうなるのかと。正直ね、西君をそのまま一軍に上げますと。じゃあ、どこで投げるか。中継ぎでは投げさせないでほしい。もう先発関東型にしてほしい。そこだけはやってほしいね。うん。その、なんと言いますか。 中継ぎでね、まあ、もちろんね出場機会を求めて中継ぎで投げるとか、まあ、それこそね望月選手であったり浜地選手であったりとかね、えー、その辺の選手は、まあ、中継ぎで投げたりとかはしてましたけど西君においては、まあ、まだ若いってところも含めて、えー、先発関東型として、えー、最後まで育ててほしいなというふうに思っておりますと阪神球団もねその何と言いますか僕がねその先発ーテいっぱいいるなとまあ投手いっぱいいるわと、まあ、それこそねガンケル選手であったりとか ガルシア選手であったりとかね、まあ外国人選手もいますし、まあ日本人ピッチャーでもね、いっぱいいますよ。まあ藤波選手とかね、まあ佐伯選手、小野選手とか、まあ浜地選手、餅月選手とか、まあ右ばっかりですけど、うん。まあいっぱいいるには違いないんで、まあそこからね、正直自分ローテをしっかり回してくれるっていうピッチャーにおいては、まあ少ないかもしれないですけど、ただね、あのー、西君を、その開幕ローテ入りっていうのは、正直どうなのかなと。 まあね、も、あの、来てほしいっていう気持ちはあるんですけど、ただね、まだ、その、高校時代の映像というかね、まあ日本代表でのものしか僕は知らないんで、その、今ね、どんだけの体つきなのかとか、まあどれぐらいのボールが投げれるのかっていうのが全然わからない状況なんで、あれなんですけど、ただね、その、今のこの段階、そこまで情報が明かされてない中での状況においては、まあ西くんは、最初は、その2軍でしっかり投げて、まあプロとね、 あの、高校野球との全然違いはさすがにあると思うんで、まあ、それこそ金属バットと木製バットの違いがあるんで、投げてみてとかね、そういう違いを確かめてから上がってきてくれるっていうのもいいんじゃないかなとは思っておりますと。はい。え、本日はですね、ドラフト1位ルーキーの西くんについて語らせていただきましたと。うん。まあ僕がね、ちょっと後ろ向きな目標というかなんというかなんですけど、やっぱりね、え、高卒ルーキーで、 素材としてはね、間違いなくいいものを持ってる西くんというところにおいてね、その、まあもちろんね、そのプロになったというところにおいて、その焦りというかね、早く一軍出てたいっていう気持ちはわかるんですけど、ただね、阪神のエースとしてね、育っていってほしいというところにおいて、まあしっかり一個ずつ段階を踏んでって、それで一軍で投げて、ほんじゃもう一軍で投げた一試合目に一勝目を、 ね、勝ち取れるぐらいの感じになってきてもらった方が僕的には嬉しいと思ってるんで、うん。僕的には、まあ夏ぐらいに、えー、甲子園で登板。いやーたまらんでーっていう風に思うんでね、そこら辺をメドに頑張っていただきたいなという風に思っておりますと。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。というわけで失礼します。バイバイ。